八重根の滅頭井戸。2017年11月9日撮影。八重根の滅頭井戸は、八丈島にある螺旋状に掘られたマイマイズ井戸の一種で、ある。マイマイズ井戸は、同じ伊豆諸島の敷根島や東京都多摩地区などよそにも、あるが、八丈島にある八重根の滅頭井戸はこれらと比較して、規模の大きなもので、1980年2月21日に、 東京都の史跡に指定された。2013年5月9日撮影の80コンのメットオイド周辺の空中写真。赤枠で囲んだ部分がメットオイド。80コンコに隣接している。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。80コンのメットオイド。2017年11月9日撮影。 八重根の滅頭井戸は、八丈島南西部の八重根港にほど近い、千鳥地区の野犬家浜と呼ばれる海岸沿いにあり、八丈、富士の裾の末端部の溶岩流が固まった場所に掘られている。滅頭とは、海産巻貝の一種の八丈島における、方言名で、螺旋状に掘られた、この井戸の形状を巻貝に例え、滅頭井戸と呼ばれるようになったという。 80根の滅ウ井戸は上部の直径約20メートル、下部の直径は約6から8メートル、深さは約8メートルもある大きなもので、底部は堆積物で埋没して確認できないものの、円筒状に5メートルほど掘られていると考えられている。八丈島には大きな河川はないものの、他の伊豆諸島と比べると水資源は恵まれており、 八十根の滅頭井戸のある旧大賀合村も、高台に位置する東里地区などでは、八丈島東側の東山山麓にある複数の、湧水が古くから利用されていた。一方、標高の低い海沿いの滅頭井戸の近くの千鳥地区の、野犬家浜と八戸地区の弁天様を祀った場所の2カ所には、井戸が掘られ利用されたが、海沿いということもあり、塩分が含まれていたといい、 タンクが設置される1907年頃まで使用され、一部では簡易水道ができるまで利用されていた。80根の滅頭井戸はこれらと同じ標高の低い海岸沿いにあり、螺旋状の井戸内に建てられている石碑に掘られた、明文から1880年頃に作られたものと推定されている。船舶に積み込む水を確保するために掘られ、飲料水や畜産、養産、 酒造など産業用としても使われ、千鳥、八戸地区に簡易水道のできる1953年まで、滅頭井戸は使用された。AB、八条島市編纂委員会、P716ABCDE80 根の、滅頭井戸東京都文化財情報データベース2018年12月18日、閲覧。AB80 根の滅頭井戸八条町。 教育委員会2018年12月18日、閲覧。八丈島市編纂委員会 P762ABE、八丈島市編纂委員会 P764 東京一押しなび、東京都地域産業資源ホームページ2018年12月18日、閲覧。ここでは、東京都教育委員会によって平成25年3月に設置された。 現地解説版記載の住所とした。ありがとうございます。